暇ついたら怒り下ろし一回寝て、一回寝て、あれか、あれだな、寝るのやめないもん今から、寝るの禁止です。うわこれなんかめっちゃ船長の、もう俺の部屋にしよっかな、タモリ君の部屋。なんか緊張するです、ね、他の芸人の中でお送りします。シフトのグループですね、実は初めて。お願いします。ごきげんよう。さあ始まりました、放課後ゲーミングライフ。今回はこちらのメンバーでお送りします。あ、なんかすごい徹子の部屋に来たぐらい優しい。この期間で新しく見始めた人もいるでしょ。はい、そうですね。全部変えれるかな。いや無理でしょ、田中樹の印象。いやもうアーカイブ、あ、裏だとすっごい穏やかな人なんだみたいな。いや無理でしょ。無理って言うな。でもちょっと本当に俺久々なんですよ、5ヶ月ぶりぐらいなんですよね、撮影自体は。全然ラフトやってないなと思ってましたもん。そう、俺ねこのスタッフさんに、はい、明けおめの連絡をした。はいはい、したらジュリが来ないからラフト進まないんだけど。ただちょっとその操作も俺あんまり覚えてない、ね、うん、まあ操作も確認しつつやっていきますか。じゃあやりますか。あー覚えてるよ俺、これなんとなく。ここえ、あ、四角で開けて、おねえ。あ、これがあれだ、ペットの玉。これが玉だ。そう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 、玉森くんね、こんなんなっちゃったんだな。そうだよ。え、卵ある。あ、卵産んだんじゃないの。玉だからだ。うち、鳥だからだよ。あ、そうかそうか。あ、なるほどなるほど。で、こっちの後ろも拡張したんでしたっけ、確か。なんか勝利がめっちゃ塗料作ってたイメージあるんですよね。あ、そう、なんか塗ってた。あ、なるほどね。はい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 、はい、これ一回とりあえず全部回収しないとやばいな。うわ懐かしい、この世界。俺なんで絨毯持ってんの。絨毯、多分これ玉森くんの家用だな。一回さ、その落ち着いて操作できるまで、飯系とか揃えといた方がいいよ。そうっすね、全くない。結構ほんとギリギリの状態で終わったんだ。多分ストーリーやってたから気にしてなかったんだよ。ああ、よくないですね。でも今見た感じ、もう物資は意外となくていいから、飯だけ確保できたらなんか進めようか。そうですね。俺も視界がやばくなってきたよ。やばいっすよ、耐えろ。ちなみにご飯自体は、あ、釣れてる釣れてる、もう作ってあるっす。え、作ってあるの。はい、2個だけだよ。作る、とりあえず置いた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 。ありがとうございます。お前も食えよ飯。これ食いました。ちょっと懐かしい、ラフト楽しい。そうそう、これこれこれ、精神と時の部屋なんだよね。ラフトやってる側はあの1時間しか経ってないんだけど、外の世界だともう4時間ぐらい経ってるんだ。確かに気づいたらもう、うん、あれそんな時間っていう。やってる側はね、ほんと1時間なんだけど。ほんと怖いですこのゲーム。あと鍋がなんか意外に回復量が良かった気がするんですよ。鍋、鍋も作りました僕。できました、シチュー。誰か食べたい人。勝利、お腹ペコペコなのよ。いいの。じゃあ食レポお願いします。はい、なんか魚の頭丸ごと。仕方ないよ、まあまだね、環境がそんなにね。そうっすよね。いただきます。うん、うわ、すっごいなんか濃い濃い色が。なにこれ。あったかいものを食べて気持ちがあったかい。お前なんか飯作ってくれたよな、俺らに。そうっす、あれが回復量が結構えげつなかったんで、それも作りたいっていうのと、あとジュース。え、ジュースも作ってたっけ。ジュースギリ作れなかったんですよ確か。まあ、とりあえずこれわかんないけど赤いジュースと玉森くん。多分あれ以降玉森くんも自分の部屋ぐちゃぐちゃにされたくないから来てくれないですよ。ちょっと待って、玉が外にいる。え、やばい。ちょっとちょっと玉。玉は割と気分安いもん。出ちゃう、危ない危ない危ない。なんか一応さ、島見えてんだよね今。
島あります？うん、ちっちゃいな。でもやっぱ目指すはデカ島じゃないですか。ちっちゃい島にもう今さら用ないか俺ら。いや、ただちっちゃい島だとあれがあるんですよ、鉱石系だから利点はあるんです、ちっちゃい島でも。ちっちゃい島行く？行きます？ただ一回、ただ一回ストレージ綺麗にしますか、これ。これどうやって回してたんだっけ、これ。どれですか？あ、ここ。うわぁ、出た。俺めちゃくちゃ、ほうやってたよね。いや、もう船長のあれっすよ、もう。これで島の方行ってるはずなんだよ。俺あとこの船の舵切りすぎて、俺もうこうだけじゃなくて自分のパドルで漕いでたから。確かに懐かしい。やっぱ俺の偉いところってさ、はい、こんなにさ頭おかしくなるぐらいラフト好きなのに絶対に家でやらないっていうのが偉いよね。まあ家でやらないか家でやる時間がないかのどっちかって。いやいや、やろうと思えばできんのよ全然。でもラフトはここでしかやらないって決めてるの。確かにそれは偉いです。今日はどこまでを目標にするかなんだよな、あとは。確かに。でこの前それこそ本当にストーリー進めたから、もう光を作る。そうっすね、渋谷を作りたいわけじゃん、俺らこの船の上に。確かに渋谷作りに行かないといけないの、うん、俺らの渋谷を。そうっす。あれ向きが変わってるぞ、話が違うじゃん、ね。もう島近いよ。了解です。で島着いたら怒り下ろして一回寝て、はい、夕方だから一回寝て、あれかあれだな、島上陸。あ、そういうこと。やばい、なんか久々なのに全然久々感しないな。さすがだよお前、すごいっすね。ジュリコ、このゲームに関してはお前が相棒なんだよ。お、俺その音を口から出す人あんま好きじゃない。あ、もう一生しない、キッキッみたいなやつやる人。あ、もう俺一生しない、これやめよう。これね、左です、ジュリ君。しかもあれデカじますね、多分。でかい、でけえっす。これなんか止まってるよな、なんかスタックしましたよこれ。あ、で、ほう閉じちゃったんじゃないですか。乗れてないっすね、荷物も来てないから。でもどっちみち止まってるならば一回寝る。そうそうか、暗くてさ何もできないじゃん。めっちゃ魚持ってる、サーモン抱えてる。え、俺が寝てる姿見てなんか楽しんでます。ちょっと怖いっすね、それ。ちょっと。はい、おはようございます。今の遊びとかラフト2回目ぐらいでやるやつだから。うん、うん、ほら、でもあんま大きくないぞ。あ、上なんか食器みたいなのある。これちょっとある程度まとめたらなんかストーリーやりたいな、やっぱ。いや、やりましょうよ。なんか、いいとこまで俺ら2人でやっぱ進めたいよ。いや、そうっす。船長と副船長として。まあ、行けるとこまで行かないと。リサイクラー作ってみたい。それで、あのね、ショップのお金を作るみたいっす。この換金できるお金ができるみたいな。なんかやってみようよ。とりあえず、この辺で一旦アンカーを下ろせる。おー、あ、下ろします。もう下ろして大丈夫。うん、もう今、ビタ付けなんで。来た、下りました。 OK、これで今ちなみに、うん、作ってます。何を？お金。リサイクラでお金みたいな。なんか落としてるもん。え？なんかできたぞ。できてないか。もう？なんかいや、ガラか、バッテリーか。え、ガラクタキューブを拾うって書いてある。お、来た。それだ。それです。ちょっと一回このガラクタキューブと言われるやつ一個だけ持って一回上陸してみるね。行ってみますか。この、これがさ、もう、これ1個でもう、例えば、世界変わるかもしれないですね。これどうやって飲むんだ。こう、敵はいなさそう。あれ、あ、カイト、はい、あ、あ、え、え、え、違う、これ、あ、あ、あ、やばい、やばい、あ、出た。違うんだけど、その、これフック、フックじゃないですか、これ。いや、フックなんとかじゃなくて、その、あれ、ショップないかも。え、上、え、ジュリ君ショップなかったかも。ちっちゃすぎてしまう。なん久々、久々だからちょっと見分けつかなかったってことありますもんね。え、あった、あった。いや、ないっす。
一旦ごめん、俺さ散らかしてんだけど、とりあえずどんどん入れさせてほしい。あ、いいですよ、任せてください。整理整頓やっとくんで。お前全部やるじゃん、お前。でもなんか家の掃除できないですよね、俺。何ラフトとかさ、はい、あとなんだマイクラとかさ、お前めっちゃ整理整頓してるじゃん。いや、そうなんですよ。なんか動画を見る限りとか、はい、一緒にやった感じ、家汚いの。あの家全然掃除できないっす、俺。やばいじゃん、お前。え、だからゲームでの世界で行きたいでしょ。使ってる脳が違うんだと思います、多分。え、まだ取れた。確かにそうなんだよね。まだもう1時間経つんだよ。あんま、その取れ高で言うと、まあほぼゼロ。最初の挨拶の15秒ぐらい。いや、あれ取れ高だと思ってた。いや、まあ最悪挨拶無限ループしかないよね。まあ確かに4分、いや5分持つかな。5分、挨拶無限ループ入るしかないよね。なんか取れ高作らないとっすね、じゃあ。ただまあどっちみちこれ行こうか。もう行っちゃいますか、これね。アンカーあげましたもん。はい、私ありがとうございます。ストーリー進める、行きますか。なんかとりあえず1ストーリー。でもさ、俺思い出してほしいんだよ、あの時の感覚を。お、あのタラと出会った時の感覚。え、なんか進んだぞ。うん、なになになに、うわ、え、人がいる。え、マジで出てきた。自分が本当にこの船に乗ってると思ってたから、あの時、はい、やりすぎて。だから人がいた時めちゃくちゃ嬉しかったのよ、俺。確かに。じゃあもう一人の人を求めて。てか、なんか人がいるのかどうなるのか分かんないけど、ちょっと進めたいよね。行きますか。でさ、これさ、ストーリー進めたいんだけどさ、何をしたらストーリーって進むんだっけ。上ボタン、十字キーの上ボタンを押したら、うん、シャープ7064っていうのがあるんですよ。人々だからそこを、これを確か上の発信機で、これでかっ、これ入れるんじゃなかったですっけ。でもバッテリーが、俺これもう残量が少ないんだよ。あ、そしたらこっちにあるこの、こっちのバッテリー使えばいいんじゃないですか。スクラップラのやつの入れてもいいんだけど、もうバッテリー残量が少ないのよ。はいはいはい。で、俺は操作をあまり覚えてない。つまり俺がここに置いたことによって、この残り少ないバッテリーの間に俺が次の任務を見つけられるか怪しい。え、でもジュリ君置いた。あ、置いちゃった。はい、これつけたら、つけたら、はい、つけたらっていうことだよね。はい、つけてるやん、お前。じゃあ、で、じゃあこの青色の、じゃあお前、俺かぶって見えないってお前。じゃあこの青色のとこ行くんですよ、これ。どれどれどれ、これこれ、左下、左下、左下。ちょっとさ、カイト、はい、俺さ一回方向とかやるから、はい、距離が縮まってるか見てくれ。まだやってないから。縮まってはいるっす、こっち。あ、そっちの方が早い、そっちの方が早い。じゃあこれパドルよ、パドル。あ、そうっす、今近づいてってます、どんどん。一回消していい、もう一回消して、はい、バッテリーが、バッテリーが。すいません、はい、消しました。そのもうちょいしたらもう一回つけて。わかりました、はい。それまで何かやってていいよ。どこ行って俺らこれで過ぎてたらどうします。いや、絶対ない、俺もう覚えてるから、手の感覚が、ミッションを。やっぱバッテリーめっちゃ必要じゃない。いや、マジ必要っすよ。バッテリーしかいらん…いや、やりすぎたな、今。やりすぎました。俺もちょっとやっぱ、感覚が。これ、今多分、さっき 1800m ぐらいだったよね。そうです、ちょっと見てきます、ね。1.8km、いい、いい。今、俺覚えてるか。今、1200。いや、全然1600っす。やば、マジ果てしないじゃん。いや、マジ果てしないです。ご飯作りたいんだよな、これ。え、これ結構ガチャってしない？5月と7月の時間、調理する。きたー、ニシン、ニシン、ニシン。でも、果てしないといえど、動き続けるしかない。いや、そうっすよ、俺は。よっしゃー、やっと鍋もう一個できた。ちょっとなんか、あ、来て、二人で焦がない？もうやります？その方が早いっていう話ない？ジュリ君、あ、これ、食って温まってくださいよ。何？お前なんかお茶持ってるじゃん。これ残り物って書いてあるけど。やべやべ、俺お前の残り物食うの今から。違う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 です。何だったの？スープです。残り物？え、残り物って書いてあります。うん、俺これ残り物を拾うって書いてあった。
非常に申し訳ないんですけど、視聴者さん、今からただ2人の顔がただ濃いてる顔です。はい、あの、これは早送りだよ。え、でもさ、これさ、今まで寝てたじゃん、この時間。はい。寝るのやめないもん、今から。いいっすよ。このゲーミングライフのこの、もう、この、海賊団は今から、はい。もう寝ません。え？寝るの禁止です。うわ。しかもやばいよ、今してる？漕いでる絵だけでも面白くないんだ。はい。暗いんだよ、プラス。だとしたらもう黒い漕いでる映画永遠続いてるんだよ、ね、そうっすよ、もう顔しか多分映ってないし、今ゲームのところもこれぐらい。それから普通に今これたどり着くまで雑談しようよ。いやマジで、もう俺このあ R2 をこう押したままちょっと水飲んだりいった俺もそうしよう。一旦これ今休憩という名の途中ね。一瞬今距離見るわ。お願いします。あ、もう 1000m 切ってるわ。え、近い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 。でも方向がちょい向こうなんだよな。ってことは斜めに漕げばいいから。オッケーオッケー。あった。いやいいな、なんかこの久々すぎるこの感覚が。あとさ、このストレージの色付けもしようぜ、物によってのやつ。いやそうっすね。江の島かな、違うか。今714。あ、多分あれじゃないっすね。やっぱ違う。あれ小島です。オッケー、俺もうひたすらこうから、ちょっとカイト画面頼んだ。あとは了解っす。今この動画一瞬お前の画面にだけになるから。いやー、じゃあその間はジュリ君の顔だけ映しててください。映せるような顔してないよ今。いや大丈夫、いつでもかっこいいっすよ。その雑誌の時の顔みたいな。怖い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 。この顔面の人がさ、はい、何してるかって多分漕いでるからね怖い絵だよこれ。一回ここで停泊します。これこれ以上包まれるとだって行っちゃうっすよね多分。寝てる間にみたいなこと。寝てる間に、てかこの動画が一回閉まった頃に、ちょうど閉まった時に。だってあと 473m ですよ。で次の動画始まった瞬間着くぐらいまで行っちゃう。そう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 。次の、したらみんなの次の動画やばいことです。やばいっす、やばいっす、マジで。はい、ごきげんよう。でもうそのそこにここそれがそれがここで、ね、はい、ということでちょっと前回まああれだったんですけども、今日の時間はストーリー進めたいね、じゃあやっていきましょう。そう、世界をロードした瞬間にそのこう人々のこういう状況。ジュリ君無理してるかもしれない。ここにあってそんぐらいギリギリにしよう。一回やりましょう。これで濡れんのか道具。あ、これ左は何ですか？左は木です。木とプラスチックです。これ赤。これ赤。じゃあ赤道具です。で、それが黄色。じゃあ次が黄色。しか今色持ってない。いや、でも十分じゃないですか。とりあえず。とりあえず。いいか。ちょっと今回予告めちゃくちゃいろんなこと起こったみたいな予告作ってもらうしかないな最初。いやちょっと、うん、で見終わった後に視聴者ブチギリ入れてもいいからマジで俺全部背負うから、もう本当にタイトルとサムネで詐欺してほしい今回のは。まあ、そういう回もありますよと。最初の始まりでなんかラフトにて前代未聞の事件がみたいな煽り方して、で俺らも後でサムネ用の驚いてる顔撮って。あ、了解です。こうやって撮って、で、それサムネにしてもらうじゃん。はい。で、もう、オチとしては、本当に、今までラフト史上、最大級の取れ高なしだったね。っていう前代未聞の事件が起きましたねっていう。で、ちゃんちゃんの方ですよね。そうそうそう、そうしよう。オッケー、そうしましょう。超かっこいい。一応俺、旗作ったから。いいっすね。旗だけ、ちょっと飾りたいな。よし。これなんかめっちゃ船長の椅子みたい気づくの結構かかりましたねそれ。ここ俺の部屋にしよっかな、タモリ君の部屋そしたらまたタモリ君広げますよ部屋。いやここちょっといいな。オッケー。
ジュリの部屋。もう俺の部屋だから色とかも変えちゃおうかな。うわぁ、でも俺の部屋だったらもうちょっと綺麗にしたいな。こう壁の動物とか嫌だな。まあまあひどいっすもんね。この入り口ももう俺専用にしたいから赤にして。見て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 、あの椅子超かっこいいじゃん。プラプラチック、プラチックきた。はい、ここが木プラチックゾーンです。プラチックやめてくれって木とプラとチックになってる。まあそこはご愛嬌ですよ。ご愛嬌じゃねえよ。なんだよ、木プラチックプラチック。でここが、違う、ここがなんだろう、武器とか。武器とかって書くなよ。武器とか。お、いいね。むちゃ一回でも今回もう時間的にね、終わろう。終わりましょう。はい、ということでちょっと今回は思い出しながら、はい、まあ、改めてまたこの船を使いやすくしつつミッションの達成も、うん、同時進行で目指すっていう、ちょっといろいろ同時ね進行で行っちゃったがゆえにちょっと中途半端になっちゃったけども、今回は本当にまあ、この後サムネイル撮るのに一応書いても協力してもらって、そうですね、そうあの本当前代未聞のラフトの中でなかなかゆる撮れなくはなかったからっていう、いや珍しい回、ゆるい回ね、ゆるい回。あの本当今日は慎太郎いないから突き刺さるのとかないからマジでもう本当にただゆるい回。いや本当にで、ちょっと次は本気もう一本ぐらいあるんで、はい、次は本気でちょっとミッション狙いつつ行きましょう、進行させてちょっと一回このラフト進めたいね。はい、俺がいる時しかラフトできないから。そうなんです、俺がいる時に劇的に進めないと。いや本当に、はい、ということで、まあ、あの今回有名なラストということで、まあ、次一回ね大幅に進めたいと思うので、はい、今日はちょっとこんぐらいで勘弁していく、はい、思います。ということでこの動画がいいと思った方はグッドボタン、そしてチャンネル登録お願いします。お願いします。それではまた次回お楽しみに。お楽しみに。めっちゃ驚いてるかもしれない。お願いします。お願いします。はい、OK。 これサムネ、これサムネ。タイトルはラフトで。あ、どうしようか。前回にも